にゃんにゃんどうも、こんにちは。春キンビッシュのシュンです。まったり、ゆったり、寝心納生活、集まれ、動物ともり、パート77、やっていきたいと思います。ってことで、今回のパートからバージョンが1.2.0になりました。ってことでね、えー、と早速、新予想の方を見ていこうかなとか思うんですけど、まあ、あるかなってことで、まあ、プッシュスタート、えプッシュ A ですね。皆さん、おはようございます。 れは熱心灯の時刻は2020年4月23日木曜日の午前10時8分です。お、この度、お、お、お、アースデーおーえっと、えこの度、熱心灯では、環境に優しい行動を心がけてごだいます。<laughs> アースデー期間を設けることになりました。5月4日までの期間中、お得なキャンペーンも開催する予定なので、えっと、予定ですので、エゴな暮らしに取り組んでくださいね。それでは本日も、良い一日をお聞きください。わかりました。過ごします。 はい。ってことで、早速やっていきましょう。お、そうですね。家がね、まあ前回のパートと、まあ、えーまあ、えまあ前回のパートでね、行ったとき、家が一段階大きくなりました。右の部屋ができましたね。まあそれは、まあ今回はいいんですよ。うん、今回はいいんです。ちょっと待ってね。分かったよ、待つよ。あ、なんかめっちゃ来てますね。こんな来るんですか手紙。お、あ、そうそう、えっ、ー、と、昨日のレックスですね。昨日のレックス。ハビーホームアカデミー。あー、雑誌、ありがとうございます。おかっ、えー、と、ガチャ君から。 お、やったーそうだよ。うん。えっと、家が大きくなった。で、えっと、自分のあだ名、えっと、いつまでリーデー集なんかな。あーありがとうございました。うん。あ、え、たぬきワンク。んえ、えー、ちょっと、あれえー、っと、おわずけ家の金利をさ引き下げることになりました。嘘えー。たぬきさん。あ、うん、あー、つ、あの、あーえ、なんて、カウンターンって。 わかったわかった詳しいことはうんだからカウンターにまか行くんだよカウンターにまか行くんだよ <laughs> 行くんだカウンターにおあアースでのはついてますねアースで期間限定キャンペーン中低木の苗を植えてみようとか、ね、あなんか達成してますねあ夢のマイホームお達成20002000 2000? <laughs> あれなんかずれてないなんかあれなんかずれてないなんかあれ前 なんか、マイホームここになかったっけ <laughs> あれなんか、一個ずれました。なんか、場所がちゃうような気がするよ。気のせいかなでも、多分ちゃうような気がするんだけどね。じゃあ、えっ、ー、と、タヌキキさんのとこ行ったらいいんかなタヌキキさーん、バージョンアップしたよね。<laughs> バージョンアップ、おっとー、来てる。もう、ちょっと今はちょっとごめん、ごめんよ。えー、どうもどうも、しゅんさん。 いやー、うん、大きくしたよ、うん、うん、そうだね、うんえーと、借金ですね、わかってます <laughs> 75倍、8000ベルのドンますやめてください、もうやってい一刻は嫌だよ <laughs> うんもう一つお、ドアの交換おドアの交換あー、わかりましたでもなんか、えっと、アースでのことについて話してくれるんじゃなかったんですか、たぬきちさんおいおい いいらっ,しゃったもあー、うんんああうううううそうそそ、うん、アースデーとか言っとったね。うん。なんかアースデーチャンピオンになってるだなも。アースデー期間中は、機嫌やさしい行動を心がけると、いつ,いつもより多めに前に行けてまるし、的なプレゼントも用意してやるから、ぜひ積極的に取り組んでほしいんだなも。もちろん、アースデー期間じゃないときも、普段からエコな闘病にいてほしいと僕は願ってるんだけどね。あー、そんな心ここではないでください。聞こえてるんですよ。<laughs> では、あのね、さっき、えー、外に言いました。 えっと、レイジさんに話しかけましょう。うわー、新要素が、えっと、森崎さんですね。勘だよ。えっと、えっと、レイジさん。<laughs> どうもどうも。あ、そうです。<laughs> えあ、旬です。<laughs> そんな、旬ですか、旬だよ。そんな気概あります <laughs> うん、知ってます、知ってます。うん、ああ、うん、ああ、そうだね。うん、うん。 あ、そうそうう無人島でしたね。うん。えっ、ー、と、パート1の頃を思い出してみてもね、えっ、ー、と、見違えたね。<laughs> そう。大変そう、大変やった。もう、大変だったよ。うん。お、低木、あ低木のない。やった。新要素。うん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。うん。ありがとう。うん。あ、分かったよ。うん。お、続き、あ、かんだ、えっ、ー、と、つ続きですね。もうか、かメラ来るよ。カんまるよ。 うん。わか、わかりました。わかりました。うん。あはい。よろしくお願いします。でか、えっと、カバーしてください。<laughs> えっと、お、な雑草、雑草の買い取り。お、もしかして高く売れるかなうん。お、ありがとうございます。お、わあ、なんか、えー、っと、花も売ってるんだね。じゃあ、広いやつと、広いやつと、 えーっと、ピンクのやつを買いましょう。お金が減りました。<laughs> えーあ、ありますよ。えー、っと、ピンクの続きですね。はい、えー、っと、5個買います。また、えー、っと、島のね、どこかに植えようかなと思います。公園の近くがいいかな、うん。ありがとうございます。うん、えー、いいよ。もうないよ。うん。うん。じゃあ、 えーと、まあ今回のパートはね、新要素ちょっと見、えー、一通り見てみようってことで、今度は博物館はどうなのかなってことで、ちょっと見に行ってみましょうか。えっと、博物館に来ました。あれ、あれ何も変わってませんよ。あ、起きてください。うん。うん。うん。あ、な起きてください。うん。うん。あー、そうです。うん。ありがとうございます。うん。自分ですね。うん。あー、うん。はい。 うんおあうんいいと思います <laughs> うんあ美術品を手に入れないといけないのかじゃあ用はない <laughs> えーっと美術品を手に入れないと大きくならないのかなっていうか自分一つ気になったことがあるんですけどなんかえー、っと常吉さんのなんかえー、っと と船みたいなやつ、たぶん自分の島一番左やと思うんですよね。ああ、ごめん、ちょっと、えっと、えっと、あやさあまたああ、えっと、あとでね。うんごめんよ、ああ、ごめんよ。たぶんここじゃないかたぶんここやと思うんですけどね。あ、ないですわ。<laughs> ございませんでした。じゃあ、またいつか来るのかな じゃあ、えー、ということでね、今回のパートはいろいろ新要素に触れてみたよってことでね、今回のパートはこんな感じで終わりたいと思います。また、低木の苗とかそういうのを植えるのはまた次回のパートぐらいになると思いますの、ね、で、よろしくお願いしますってことで、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ツイッターキャス配信、品、みな配信もやっていますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達通知はよろしくお願いします。 ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ていてもらえたら嬉しいです。えっと、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。